ユブキラーゼンが今枠入り終わりました。さて係に離れます。スタートしました。さあ一斉なスタートを見せました。先行争いですが、内から鈴パレード、あるいは中をつきまして、内の風雲など出てまいりますが、あるいはラッシュアンヌ号、そして西のライデン、ややスローか、外を回りまして鈴マッハも加わりました。さあ第1コーナーに向かいます。内から藤の風雲が出ていきました。あるいはラッシュアンヌ号、鈴マッハが外からぐんぐん上がっていきました。あとは大合流、あるいは中をつきまして西のライデン、そしてオンワードカメルン、備前錦は前から7番手の外におります。先段を締めました。あと下がりましてシンボリ ルドルフはその一馬身後、前から8番手につけています。その内をつきまして鈴パレードの体制になりました。あとはイブキラーゼン、神風1番とハーバークラウンが続きます。外にさらに外を回りまして、ちょうど中段の外、東方カムリ、あるいはその外を回りまして カリスタキングがつけております。第2コーナーをカーブしました。後方集団はダイナミリオン、あるいはワカーロー、ハリケンアサ、その後ろには建設エース、後ろから4、5投目の体制になります。向こう上面出ていきました。メジロクレイバンは後ろから3投目、あとは初の思い、最高峰がマルプズサーペンであります。3コーナーに向かいます。ぐんぐん行きました。ぐんぐん鈴マッハ飛ばします。鈴マッハ3馬身のリードになりました。あるいは2番手には外を回りまして藤野風雲が2番手、3番手内をつきまして鈴パレード、4番手は外、大合流が接近していますが、シンボリ ルドルフはその後の3番手、4番手の集団に入りまして、備前錦と馬体が合う体制になりました。あとは3コーナーをこれから下り 1000m 切りました。鈴マッハ先頭、鈴マッハ飛ばしています。3馬身リード、藤野風雲2番手、鈴パレード3番手、大合流、外を回りまして備前錦、今4番手から3番手に接近してまいりました。備前錦今3番手に上がります。あとシンボリ ルドルフはその後4馬身差のちょうど前から7、8番手、今ようやくエンジンかかります。あと後方集団、神風1番、ラッシュ&ゴーちょっと交代しまして、代わってハーバークラウンが先端に上がってきます。600を通過、第4コーナーをカーブ、鈴マッハ逃げています。鈴マッハ直線に向きました。あと藤野風雲が2番手から先頭を並びました。さらに内から鈴パレード3頭並んでいます。その後外を回りましてシンボリルドルフがようやく突っ込んできた。シンボリルドルフ、あるいはハーバークラウンと並んで追い込んでくる。さあ先頭は鈴パレード、鈴パレード先頭、藤野風雲粘っている。2馬身差から1馬身差、懸命にシンボリルドルフを追い込んできた。シンボリルドルフがどうやら先頭に並んできた。シンボリルドルフ先頭です。シンボリルドルフ先頭で2番手には内から藤野風雲と中をつく鈴パレード、あるいは内盛り返す鈴マッハ、先頭はシンボリルドルフでゴールイン。シンボリルドルフ6連勝無敗で2冠を制しました。